術のバーチャロン。これよりバーチャロイド基本操作の補習授業を始めちゃいますよ。出席を取りますね。はーい。はい、全員出席ですね。まったく、あれほどやり込んでいたバーチャロンの習熟テストに落ちるなんて、トーマ様逆に尊敬します。俺だってこんなつもりじゃなかったのに。トーマ様のバーチャロイドの腕前はそのまま私の評価にも関わりますからね。おはようからおやすみまで、あなたの暮らしをサポートする万能 AI っていうのが私の売りですし、今日は先生とリリナちゃんの2人がかりで上條ちゃんにバーチャロンの基本を教えていくですよ。よろしくお願いします。それでは各項目の説明を始めますよ。今画面で動いているロボット、バーチャロイドを操作して戦うのがバーチャロンの基本です。移動したい方向にを入力することでバーチャロイドを動かせます。バーチャロイドは前後左右だけでなく、右前や左前など斜めに移動することもできるんですよ。を下に入力すると交代します。急に反転することはできないので注意してください。トーマ様を入力している間はずっと移動します。それでは実際にバーチャロイドを動かしてみましょう。ラウンド1ゲッツレディーファイト。こんな感じでどうかな。バッチリですよ。この次はダッシュ操作ですね。ダッシュで素早く動くと相手との距離を詰めたり離れたりいろいろできますよ。ちなみにバーチャロイドのダッシュは無制限、何度でも出すことが可能です。なら連続して出しまくったら最強なんじゃ。ダッシュは停止時に隙が発生するので、そこを突かれてフルボッコかと。ですよね。世の中そんなに甘くないってことですね。それでは操作説明に移りますよ。で、移動中にを入力することでその方向に向かってダッシュできますよ。2つの入力を同時にする必要はなく、移動をしつつ後からダッシュを入力すれば大丈夫。ダッシュは一定時間持続します。ダッシュ後は完成で移動できるので慣れたら楽ですよ。移動と同じように斜めへのダッシュももちろん可能なのです。それでは実際にダッシュを試してみましょう。ラウンド1ゲッツレディファイト。逃がすか。はい、8方向のダッシュを全てクリアです。ダッシュはバーチャロイドの操作で一番使いますから、しっかり覚えておいてくださいね。そういや、ダッシュで壁とかにぶつかったらどうなるんだ。衝突で止まることはなく、そのまま壁に沿って動いていきますよ。ちなみに正面へのダッシュ中は少しだけ向きを変えられたりしますよ。バーチャロイドにはそれぞれ3種の攻撃用武装が設定されています。ライトウェポン、レフトウェポン、センターウェポンの3つですね。今回は右手装備、ライトウェポンの使い方について説明していきますよ。を入力することでライトウェポン攻撃を出せます。テムジンの場合は右手のランチャーで射撃します。攻撃をすると武器ゲージが減少していきます。ゲージがない状態でを入力しても攻撃は出ないので注意です。減少した攻撃ゲージは時間経過で回復します。攻撃は移動しながらでもできるのですよ。
で移動しながらを入力します。相手をロック中に攻撃するとそちらに向けて射撃しますからね。また通常とは異なるライトウェポン攻撃を出すこともできます。を入力することで強力な攻撃に変化します。これがターボライトウェポン攻撃です。テムジンの場合は変形したランチャーから正面に強力なショットを放つんですよ。それではライトウェポンでの攻撃を試してみましょう。ラウンド1ゲットレディ。落ちろ。そこ。やっ。くらえ。やっ。くらえ。はい、お疲れ様なのですよ。そういえば小前先生、質問なんですけど。どんな質問でもどんと恋なのです。テムジンの右手の兵装、名前ってあるんですか？もちろんありますよ。スライプな。この兵装はランチャーやソードなど敵との距離に応じて変形するのが最大の売りと言えますね。近距離。おお。次はダッシュライトウェポン攻撃です。ん？そう、これは命中精度を上げるための動作なのです。命中精度？2メートル先の的と20メートル先の的だったらトーマ様はどっちが当てやすいです？ああ、そういうことか。遠距離攻撃は便利ですが、遠ければ遠いほど当てにくくなりますからね。ダッシュで距離を詰めつつ撃つのが定石なのです。そりゃそうだよな。もう上条さんってば基本拳でなんとかしてきてるから、せめてバーチャロンの中でくらい飛び道具に慣れてくださいよ。ではでは、ダッシュ中にを入力することでダッシュライトウェポン攻撃が出せます。ダッシュ攻撃は通常の攻撃から挙動が変化するものがあります。ケムジンの場合はスライプナーで発射するビーム弾が連射になりますよ。ダッシュ攻撃が終わるとそこでダッシュも止まります。それではダッシュライトウェポン攻撃を試してみましょう。ラウンド1ゲットレディ。ファイト。やっ。くらえ。そこ。やっ。逃がすか。行くぞ。逃がすか。そこ。くらえ。はい、お疲れ様です。テムジンの前ダッシュ中のライトウェポン攻撃は実際のバトルでもよく使われる戦法なのですよ。距離を、通称前火です。前に進んでビーム打つから前火。上条ちゃん、先人のネーミングセンスにケチをつけるのは先生感心しないですよ。ああ、いや、トーマ、募集っていうのもう終わった？ああ、今終わったところだ。トーマ、トーマ、私が相手になってあげるんだよ。よし、頼むぜインデックス。それではバトル設定を開始します。ちょっと練習相手になってくれ、インデックス。ラウンド1ゲットレディ。くらえ。やっ。ターゲットがダウンしました。諦めないんだから。このリードを大事に。逃がすか。いくぞ。くらえ。やっ。いくぜ。痛いんだよ。くらえ。ターゲットの動きが鈍っています。ターゲットのブーストゲージが溜まったようです。くらえ。ピャッ。今だ。まだ戦えるよ。ピャッ。くらえ。
がブースト状態になりました。あと一息で撃破可能です。試合時間残り半分です。やっ落ちろ。やっ、わあ、倒されちゃった。ありがとうございました。よし、忘れないうちに復習しとくか。トーマ、バーチャロンは人と遊んだ方がすぐ操作を覚えられると思うんだよ。バーチャロンは相手あってのゲームですからね。やはり実戦が一番練習になるかと。でもバーチャロンにはプレイヤー検索システムがありますから、この場から動かなくても他のプレイヤーと対戦できますよ。なるほどな。よし、ディリナ、私もやる。もし当たっても絶対負けないからな。お二人ともやる気満々ですね。それ、絶対に負けねえぞ。ラウンド1、ゲッツレディ。捕まえたぜ。ターゲットがダウンしました。こんなバッチリですね。いくぞ。ターゲット、これでどうだ。ヒットポイントが落ちてきています。やっ、くらえ。てめえだけは許さねえ。ターゲットのブーストゲージが溜まったようです。ターゲットがダウンしました。今だ。これ耐えられるものなら耐えてみなさい。チャンス。ターゲットがブースト状態になりました。まだまだ、くらえ。そうだ、ターゲットがもう限界ですね。ターゲットが、負けられないんだよ。絶対に負けねえぞ。ラウンド1、ゲッツレディ。捕まえたぜ。やっ、今だ。屈辱ですわ。くらえ。やっ、くらえ。どないだぜ。やっ、ターゲットがダウンしました。ターゲットのブーストゲージが溜まったようです。今ですな。ターゲット、ダメージが見て取れる状態です。行くぞ。逃がすか。行くぜ。自利品ですわね。試合時間残り半分です。ターゲット、ヒットポイント、また余りましたわ。負けられないんだよ。この距離ならいける。フン、これでどうだ。空気読めないんだ。そうだ、くらえ。ターゲットのブーストゲージが溜まったようだ。フン、
読めないんだ。ハヤトの動きが鈍っています。こいつはちょっと待った、響くぞ。くらえ、これでどうだ。余裕なさそう。くらえ、ブーザー。ターゲットがダウンしました。ターゲットがもう限界ですね。くらえ、ひどい。負けられないんだよ。よそ見してると負けちゃいますよ。ラウンド1レッツレディー。どうぞ。このリーダーでしょ。この野郎、へい。さあ、そこです。足腰立たない。いくぜ。一気ありです。へい。ここでターゲットのひっくり返しますよ。このやターゲットのダメージが見て取れる状態です。泣きやっちゃいましたね。ターゲットがブースト状態になりました。エッチすぎますよ。もう
とある町。いっちょやってやりますか。ラウンドワン、ゲッレディ。いくよ、クリア。ターゲットがいらなきゃだよ。このエンドを大事に。いくよ、当たれ。今だ。ちょっとちょっと、よし、いける。いくよ、ターゲットのブーストゲージが決まったようです。肩慣らしはもう十分かな。ガンガン行こうぜ。負けられねえ。よく狙って、その幻想をぶち殺す。はい、ターゲットがブースト状態になりました。よし、行く。それそれ、あと一石で撃破可能です。くしょー、私はもう十分かな。よっと、今だ。ターゲットのブーストゲージが溜まったようです。無茶は承知よ。どうだ、ターゲットがもう限界ですね。話しすぎたわね。やってやりますか。ラウンドワン、ゲッレディ。えい、ターゲットがダウンしました。それそれそれ、ただじゃおけないから。よっと、とりゃ。ターゲットの動きが鈍だらけだよ。女王は屈しないの。えい、とりゃ。ターゲットのブーストゲージが溜まったようです。カバナラシはもう十分かな。
ラウンドワン、ゲッレディ。どうだ、ガンガン行こうぜ。殺してんじゃねえぞ。よっと、ターゲットダメージが見て取れる状態です。トゥリア、えい、ガンガン行こうぜ。楽しくなってきたな。手加減なしでいっちゃうよ。ターゲットのブーストゲージが溜まったようです。よし、絶好調。よく狙って、当たれ。このリードは痛いんだよ。今だ、それそれ、せい、よっと、いくよ。ターゲットのテューリア、ガンガン行こうぜ。諦めないか。当たれ。手加減なしでいっちゃうよ。ブースト状態になりました。今だ、よっと、あいっつぅ、ええー、ガンガン行こうぜ。ターゲットがもう限界ですね。まだ戦えるよ。当たれ。わあ、倒されちゃった。真剣勝負といきましょうか。ラウンドワン、ゲッレディ。キュッ、一瞬で決めますよ。この野郎、見えた。そこ、許しませんよ。今だ。寝ている余裕はありませんよ。てめえ、せっ、ターゲットがダウンしました。この野郎、ターゲットの動きが鈍っています。遅い、気力が満ちたようです。ターゲットのブーストゲージが溜まったようです。キル、上です。そこ、隙だらけです。まだだ、まだいける。上です。遅い、ターゲットのヒットポイントわずかです。試合時間残り半分です。ターゲットがブースト状態になりました。見えてますよ。嘘だろ。お疲れ様です。ブーストゲージが溜まったようです。見えてます。くれるじゃない。キュッ、
ターゲット、ダメージが見て取れる状態で、ターゲットがダウンしました。遅い。見えた。そこ。隙だらけです。ちょっときついかな。上です。寝ている余裕はありません。残り半分です。上です。耐えられるものなら耐えてみなさい。バカな。よっしゃ、ターゲットがブースト状態になりました。そこ。試合時間残り30秒です。ターゲットヒットポイントわずかです。あっちに来てますね。そんな、ここまで来て。やりました。真剣勝負といきましょうか。ラウンド1レッツレディー。タッチ。このリードを大事に。そこ。ターゲット、ダメージが見て取れる状態です。んだ。そこ。寝ている余裕はありませんよ。上です。威力の未動。ブーストゲージが溜まったようです。遅い。無理。あと飛行機で撃破可能です。聞いちゃってるから。もう機体ボロボロ。やりました。真剣。ラウンド1レッツレディー。ターゲット
ましょう。ダウンしました。痛い痛い。止めろ。大事に。そこ。遅い。せっ、初期。諦めないんだから。お覚悟。ターゲット、ヒットポイントが落ちてきています。ターゲットのブーストゲージが溜まったようです。寝ている余裕はありません。まだ戦えるよ。はっ。キッチ。ターゲットがダウンしました。あと一息で撃破可能です。試合時間残り半分で。ちょっと。やりました。